フランス芸術家協会、ソシエテ・デ・ザルティスト・フランセは、フランスで1881年に設立され、現在まで存続する美術団体。芸術アカデミーが開催していたサロンド・パリを引き継ぐ形で展覧会を開催している。第二帝政までのフランス美術会では、芸術アカデミーが支配する展覧会であるサロンド・パリが、画家が作品を発表する唯一の場所であった。 画家たちは、サロンに入選することで、ブルジョワジーの顧客への知名度を上げ、公的、私的な制作注文を受けることができた。夫婦戦争後の第三共和制においても、1872年にサロンが再開されると、審査基準は保守性を強め、落選者が続出した。従来のサロンの基準からすれば、歴史が、物語がというジャンルの作品が交渉であり、サロンには、 国民の趣味を教育し、宣伝する義務があると考えられていた。しかし、公衆は、風俗画、風景画、生物画など、サロンの基準からすれば、会のジャンルの作品を好んで、買うようになっていき、サロンは矛盾を内包するようになった。そのような中、1874年以降、クロードモネ、ピエール・オー・ギュストル・ノワール、カミー・ユ・ピサロ、エドガード・ガラの若手画家たちが、 サロンに失望し、独自のグループ店を開くということも起こった。サロン廃止を決めた、グレビ政権の公共育種大臣、ジュール・フェリー。一方、政界では、1873年に大統領となった、王朝派のパトリス・ド・マクマオンが1879年に引退し、共和派のジュール・グレビが大統領に選出された。グレビ政権は、オルレアン王朝派や、 実業界と妥協しながら、徐々に、共和制の政策を進めていく恩恵な日和り未主義を、取った。これは、公共育省大臣に任命された、ジュール・フェリーの美術政策にも影響し、公衆の需要に応えるという共和派の理念と、保守的な芸術アカデミーとの間で、接中的な解決を模索することとなった。フェリーが、美術担当国務大臣に任命したエドモン・トゥルクは、 1879年、次のようなサロン改革案を提示した。この改革案に対し、サロン審査委員会は反発し、ウィリアム・アドルフ・ブグローやポール・ボードリーが審査委員を辞任する事態となった。これに対し、デュルクは美術行政機関のメンバーを粛清するなど、混乱が続いた。美術省大臣となったアントナン・プルーストが審査免除特権をなくすこと。 装飾美術のセクションを新設することなどのサロン、改革案を出したが、これもアカデミーの反対にあった。最終的に、フェリーの決断によって、1881年春のサロンを中止することが決まり、中力は1月17日、次の通告を出した。サロンの運営は、美術家自身に任せること国は、 数年間のサロン出品作の中から優れたものを選んで展覧会を開催すること作品を売るための画家による展覧会と鑑賞、教育のためのトリエンナーレ展を並存させるという妥協的解決策であった。こうして美術家自身による展覧会の運営主体として芸術アカデミーに支配されないフランス芸術家協会が設立されることとなった。 1881年春、フランス芸術家協会が第1回の年次展を開催した。これもサロンと通称される。もっともフランス芸術家協会の中心人物は、ジャン・レオン・ジェローム、アレクサンドル・カバネル、ブーグロー、エルネスト・メソニエといったアカデミー会員、エコール・でボザール教授らで占められていた。その後、保守派と革新派の対立により、 1884年、無審査、無法省のアンデパンダンテンが分離独立した。また、メソニエは、ブーグローと対立し、1890年に仲間と共にフランス芸術家協会を離脱して、国民美術協会を設立した。この頃から、サロン入選によって作品が認められ、画家が顧客を確保することができるというアカデミック、システムは弱体化していき、 画家と画商が展覧会を主催し、批評家が広報、宣伝を担うという新しいシステムにとって変わられていった。産業館フランス芸術家協会主催のサロンの会場は従来のサロンと同様シャンゼリゼ通り沿いの産業館であった。産業館は1900年のパリ万国博覧会で建て替えられてグランパレとなった。以後、 戦争等による中断はありながら、毎年サロンを開催し、現在に至る。ありがとうございます。